日本語能力試験、紹介 N3 これから N3 の懲戒試験を始めます。メモを取ってもいいです。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは、手を挙げてください。 問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。問題1問題1ではまず質問を聞いてください。それから話を聞いて問題用紙の 一から四の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。一番。弁当屋で男のアルバイトの人と店長が話しています。男のアルバイトの人はこの後、まず、 何をしますかお疲れ様です。あ、吉田くん。今日11時にお弁当を配達する注文が入ったよ。お弁当はもうできてるから20個、段ボール箱に詰めてもらえるわかりました。配達は車を使って。今、車、店の裏の駐車場にあるから、店の前に動かしとくね。はい。お茶20本も忘れないで。お茶は、 冷蔵庫に入れてあるから直前に車に乗せてね。わかりました。男のアルバイトの人はこの後、まず何をしますか 2番 2> 大学で男の学生と女の先生が話しています。男の学生は来週までに何をしなければなりませんか先生、すみません。昨日の授業、風邪で休んだんですが、宿題はありますかええ、ありますよ。ええー、来月、レポートを出してもらいますが、日本の人口減少がテーマですね。はい。 昨日の授業では、このテーマの中で、特に自分は何について興味があるのか、探してきた資料を使いながら、簡単に一人一人説明をして、意見を出し合ったんですよ。それで、自分の知りたいことが具体的になってきたので、来週の授業までに1ページくらい下書きを書いてみることにしました。はい。調べたいことは何ですか子供の数の減少です。 資料も集めてあります。ああ、そうですか。じゃあ、宿題はできますね。今回は、グラフや表などは付けなくていいですよ。わかりました。ありがとうございました。男の学生は来週までに何をしなければなりませんか 3番男の学生と女の学生が話しています。男の学生は、どんなお土産を買いますか先輩、今度京都に行くので、先生にお土産を買ってこようと思ってるんですけど、何がいいと思いますか京都は美味しいお菓子がたくさんあるけど、先生、おやつは普段召し上がらないからね。そうですか。 そうだ、来年のカレンダーはどう研究室で使うのが欲しいって先生おっしゃってたよ。京都の綺麗な写真が入ってるのとかいいんじゃないいいですね。あ、茶碗とかはどうですかうーん。でも、持って帰るとき割れちゃうかもしれないよ。やめた方がいいと思うよ。そうですね。あと、センスもいいかもね。 京都のはいろんな柄があるから。でも、先生お使いになるかわからないよね。そうですね。やっぱり毎日使うものがいいと思うよ。研究室に飾ってあると便利じゃないはい、わかりました。そうします。男の学生はどんなお土産を買いますか 4番。会社で女の人と男の人が話しています。男の人は今日この後何をしなければなりませんか高木さん、明日の午後の講演会の準備はどう進んでるはい。会場の会議室にマイクをセットして、それから資料もコピーしました。どのくらい用意したの ?50 部ですが、 足りませんかうーん。申し込み人数はそのぐらいだったけど、当日来る人がいるかもしれないから、一応60部準備しといて。今日中にお願いね。わかりました。あの、会場の机と椅子はどうしましょうかまだいつもの会議の時の状態なんですが。並べ方を変えないといけないね。でも、それは明日みんなでしましょう。えー、っと。 パソコンは講演者の先生にご自分で用意していただくことになっているから大丈夫だね。はい。男の人は今日この後何をしなければなりませんか 5番会社で課長と女の人が話しています。女の人はまず何をしなければなりませんか鈴木さん、ちょっといい実はさっきお客さんから連絡があって明日の朝9時に向こうの事務所に行くことになったんだ。そうなんですか。それで10時からの会議なんだけど 始まるまでに戻って来られそうにないんだよ。悪いんだけど、この間の調査の報告を会議でしてくれないえ、私がですかうん、頼むよ。明日は午後にも予定があって、会議の時間は変えられないんだ。一緒にやった調査だから、内容はよくわかっているだろうわかりました。報告で使う資料は、これからすぐメールで送るよ。説明しにくいところとか、 変えた方がいいところがないかよく見て。もし何かあったら今日中にメールで教えて。ちょっとなら直せるから。はい。資料は15人分印刷すれば足りると思う。わかりました。女の人はまず何をしなければなりませんか 6番。体操教室で先生が話しています。生徒はどんな姿勢をとりますかまず、マットの上に仰向けに寝てください。うつ伏せじゃなくて仰向けですよ。上を向いて背中を床につけてください。両足は伸ばしたままで、両手は体の横に置いてください。 両足をゆっくり上げて床から10センチのところで止めます。はい。そのままの姿勢で10秒数えます。生徒はどんな姿勢をとりますか 問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。 では始めます1番バスの中で旅行会社の女の人と男の人が話しています男の人はどうして美術館に行きませんか 皆さん、今からお昼ご飯を食べて、午後は美術館を見学します。あの、すみません。私、午後の美術館はキャンセルしたいんですが。午前中、足が痛いとおっしゃっていましたが。あ、それはもう、ご心配をおかけしました。そうですか。それは良かったです。あの、ただいま美術館では特別展覧会をやっていますし、 きっと楽しんでいただけると思いますが。い,いえ、あの、美術館に興味がないんじゃないんです。実は、息子がこの近くの大学に通っていまして、今から会いに来るとさっき連絡があって。そうですか。そういうことでしたら、こちらは構いませんが。ただ、美術館のチケット代はお返しできませんが、よろしいですかはい、結構です。じゃあ、 よろしくお願いします男の人はどうして美術館に行きませんか二番。学校で 男の学生と女の学生が話しています。来月の交流会でお年寄りたちと一緒に何をしますか 来月、市民センターでやるお年寄りとの交流会だけど、何をしようか。先月は一緒に体操をして楽しかったよね。簡単な体操だったけど、体を動かしながらいろいろお話もできたし。そうだね。来月は簡単なバレーボールはどう柔らかいボールを使ってやるの。それいいね。ねえ、運動もいいけど、楽器をみんなで演奏するのはどう 楽器は大きい音が出るから、今予約している部屋だと厳しいと思うよ。そう。じゃあ、歌を歌うのは昔の歌とか歌うと楽しんでもらえると思うんだけど。それもちょっと難しいな。そう、わかった。じゃあ、さっきのにするうん、そうしよう。来月の交流会で。 お年寄りたちと一緒に何をしますか三番スーパーで店長が話しています店長はこれから何に注意してほしいと言っていますか お疲れ様でした。今日は普段よりもたくさんのお客様に来ていただきました。店内もよく掃除されていたと思います。それから売り場の商品の値段も間違いがなかったようです。明日もこの調子でお願いします。またお客様への挨拶もいつも笑顔で明るくできています。今日はレジがちょっと混んでいて、 お客様が並んでいたようですから、今後はもっとスピードを上げられるといいですね。店長はこれから何に注意してほしいと言っていますか 4番。電話で女の人がチケット予約の係りの人と話しています。女の人はどのチケットを何枚予約しますか もしもし、2月11日の子供コンサートのチケットを予約したいのですが。はい。2月11日、市民センターでのコンサートですね。何枚ご希望ですか大人1枚、子供2枚、それから高校生なんですが1枚。大人1枚と、お子さん2名は小学生でしょうかい,いえ、小学生が1人と、4歳の子が1人です。 では、2名とも小学生以下なので、子供料金で。高校生は大人料金ですが、よろしいでしょうかああ、そうですか。じゃあ、それでお願いします。女の人は、どのチケットを何枚予約しますか 5番、ラジオで女の人が話しています。女の人は最近どんな手紙を受け取ったと言っていますか この間、ちょっと変わった手紙を受け取ったんです。子供の時に将来の自分に手紙を書いて、大人になってから読むという話を聞いたことがあります。でも、私の場合、差出人は自分ではなく、小学校の時の友達で、10年前に書かれた手紙でした。遊園地の特別なサービスで、手紙を10年間預かってから送ってくれるんだそうです。 その友達、去年結婚式に招待してくれた時は何も言ってなかったんですよ。だから本当に驚きました。昔見た映画で、どこからか飛んできた風船を拾ってみると、手紙がついていたというのがあって、素敵だなって思いましたが、この手紙もびっくりしました。そして、温かい気持ちになりました。 女の人は最近どんな手紙を受け取ったと言っていますか六番男の人と女の人がある鳥について話しています 男の人がテレビで見た鳥は、なぜ木を叩いて音を出すのですか 昨日テレビで面白いことをする鳥を見たよ。鳥が小さな枝でコンコンって木を叩いて音を出すんだ。足を使うのいや、口なんだ。口で枝を持って木を叩いてた。結構大きな音がしてたよ。危険な動物が来た。逃げろって仲間に知らせてるのかと思ったんだけど、そうじゃなくて。音を出して楽しんでるとか音楽みたいに。 そうだったら人間の音楽家みたいですごいけど、これは子供を育てる直前だけ見られて、自分の子供を育てる木が台風なんかで倒れたりしないか音で確認してるんだって。そんなことがわかるんだね。変わった声を出して遠くにいる仲間を呼ぶ鳥も前に本で読んだことあるんだけど、道具を使うのは初めて見たよ。 男の人がテレビで見た鳥はなぜ木を叩いて音を出すのですか問題3問題3では問題用紙に 何も印刷されていません。この問題は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から 最も良いものを一つ選んでください。では始めます。一番。ラジオで男の人がカラオケ店について話しています。以前はカラオケ店は歌を歌うところでしたが、最近は楽器やスピーチの練習とか、 中には勉強や昼寝をするために利用する人も出てきたそうです。歌を歌う目的以外での利用は禁止というところもありますが、これまでにない使い方を積極的に宣伝しているところも少なくないそうです。平日の昼間のお客さんの少ない時間に少しでも利用客が増えれば、店側にとっても悪いことではないですね。 男の人はカラオケ店の何について話していますか 1, ?1 利用目的の変化 2, 2利用者の多い時間3利用者の増加4新しい宣伝方法 2>, 2番テレビで小学校の校長先生が話していますうちの小学校ではもったいないを考えようという活動をしています子供たちに環境について考える機会を持ってもらいたいと思っていろいろなことをしています具体的には学校から出た生ゴミを使って土を作りその土を使って野菜を育てています 野菜を作るときに使う水も雨の水を貯めて使っているんですよ。教室を出るときは電気を消すというルールを作ったりもしています。また、教師たちも紙のゴミをリサイクルするようにして、全員でもったいないという言葉を意識するようにしています。校長先生は、 何について話していますか ?1、1> ルールに合ったゴミの分け方。2>, 2、教室でのルールを守る大切さ。3、野菜を作ることの面白さ。4、資源を無駄にしないための活動。 3番アナウンサーが野球の選手にインタビューしています。今年1年いかがでしたかそうですね。去年は怪我で苦労しましたからね。今年は怪我をしないように色々と工夫しました。そうですか。簡単なことなんですけどね。食事に気をつけるとか、トレーニングをするとか。やっぱり、 食べたいものを食べるだけじゃダメなんですよ。体にいいものは何かを考えて食べないと。なるほど。ええ。それに、新しい運動をトレーニングに入れたんです。これを毎朝1時間続けているんですよ。この運動のおかげで、怪我をしにくくなったんです。そうですか。専門家にアドバイスをもらって、いろいろやってみたんです。 野球の選手は、主に何について話していますか ?1、1> 怪我の痛みと苦労 2>, 2、怪我をしないための工夫3、体にいい食事の取り方4、新しいトレーニングのやり方 問題4問題4では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から最も良いものを1つ選んでください。では始めます。 一番、自己紹介をします。何と言いますか一、1佐藤をお呼びします。二、佐藤と申します。三、佐藤だとおっしゃっています。 2>, 2番、外出していましたが、会社に帰ってきました。何と言いますか ?1、1> これから外出します。2>, 2、今戻りました。3、どうぞお気をつけて。 3番。友達がケーキを出してくれました。甘いものが好きではありません。友達に何と言いますか ?1。1> 甘いものは嫌いじゃないんだ。2>, 2。甘いものほど好きなものはないんだ。3。甘いものはちょっと苦手なんだ。 4番、工場です。後輩に一緒に機械を運んでもらいたいです。何と言いますか 1>, ?1、よかったら一緒に運ぶよ。2、2> これ運ぶからそっち持って。3、運ぶのを手伝ってやろうか。 問題5問題5では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからその返事を聞いて1から3の中から最も良いものを一つ選んでください。では 始めます。一番。先生、明日はサッカーの練習ないんですよね ?1。サッカーをするのは久しぶりだね。2。2> うん。明日運動場が使えないんだよ。わかった。 みんなにも伝えとくよ。2>, 2番。スピーチ大会に出ようかと思ってるんだ。1。もう出たの 2>, ?2。そう、出ないんだ。三。 じゃあ、応援に行くね。3番。あのー、この図書館ではガムを噛んではいけないことになっているんですが。1。どうしていいんですか二。2> 2あ、知りませんでした。 すぐ捨てます。三。ガムはダメじゃないんですね。四番。ああ、休みがもっと長かったらいいんだけどな。一。休んじゃったんだ。 二、長くてよかったね。三、本当ゆっくりしたいよね。五番、あの、この旅行のパンフレット、持って帰っても構いませんか一、1> 1どうぞ。 他にもございますよ。二。あ、いらないんですね。三。そんなことないですよ。6番会議の後もパソコンそのままつけといて。一。 じゃあ、消しておきますね。2>, 2。まだお使いになるんですね。3。パソコン、切ってあるんですね。7番。あ、雨。もう止んでますよ。 1, 1ああ、よく降ってますね。2, 2傘させばいいですよ。3じゃあ出かけましょうか。8番石田さん来ないね。 ずっと駅で待っていても仕方ないね。1。そうだね。もう行っちゃおうか。<S 2, 2。待った方がいいんだね。3。そう。石田さんそろそろ着くんだね。 9番。夜、一人でドライブに行くのは危ないんじゃない ?1。僕一人に運転させないでよ。2。2> 気をつけて運転するから平気だよ。3>, 3。全然心配してないの